ドラマ「デザイナーベイビー」に出演する渡辺徳郎そんな渡辺は長年女優の中谷美紀と交際している今回はこの件について見ていきたいと思いますついに結婚か行方が注目される中谷美紀と渡辺徳郎の15年愛交際が伝えられている女優の中谷美紀さんと俳優の渡辺徳郎さん ドラマで共演し、当時、リカ子さんと結婚していた渡辺さんとの交際が、略奪不倫ともされた中谷さんですが、渡辺さんも離婚し、気がつけば、10年以上の愛を育んでいることに。ドラマ、映画に活躍中の女優、中谷美紀さん。日本を代表する女優として、映画、ドラマで人気になるだけでなく、歌手としても活躍する中谷さん。 日本アカデミー賞受賞の「嫌われ」「マツコの一生」や「ゼロの焦点」などその唯一無二の存在感と高い演技力に定評のある女優中谷美紀放送中のドラマ「ゴーストライター」フジテレビ系では13年ぶりに連ドラ主演を果たし話題に昨年は NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」でヒロイン黒田光を演じ 1>, 1月31日には主演映画「繕いたつ人が公開されるなど多忙な日々を送っているその中谷さんは同じく人気俳優の渡辺徳郎さんとの交際が伝えられている同じく映画ドラマで活躍する俳優の渡辺さんとの交際が伝えられる中谷さんこれまで何度も交際を報じられてきた 女優の中谷美希と俳優の渡辺徳郎かねてお忍び合いを育んできた中谷美希と渡辺徳郎中谷は今年でデビュー22年目になるがプライベートでは2003年に渡辺徳郎との交際が発覚したドラマで共演したことから交際に発展したとされる2人 映画も制作されるなどヒットした「継続の共演から発展したとされる2人の恋。出会いは、1999年の「継続 TBS 系と2000年の「永遠の死日本テレビ系と立て続けにドラマで共演したことだった。その後2003年、フランス・パリでの密会がスクープ。渡辺さんは、 当時、リカコさんと結婚していて、略奪不倫とも騒がれた。交際発覚当時、渡辺さんは、モデルで、タレントのリカコさんと結婚していたことから騒動に。リカコが、元旦那さんは、みんなが知っている女優さんに取られちゃったと明かしていたこともあり、渡辺と中谷が、不倫、略奪を経て交際していることは、周知の事実。当時、渡辺は、 すでに、モデル、リカ子と結婚7年目を迎えており、2人の子供にも恵まれていました。しかも、リカ子と中谷は、友人同士でもあったため、週刊誌に不倫疑惑が報じられて、物議を醸した。その渡辺さんも離婚し、15年の愛を育んでいる2人。2005年に、渡辺がリカ子と離婚した後も、交際は継続。現在2人は同棲しており、 都内のレストランなどでデートする姿がたびたび目撃されてきた。2人は1999年に放映されたドラマ「継続」で知り合ったとされ、すでに15年の関係。だから、継続愛なんて呼ばれています。が、現在まで結婚はしていない。渡辺さんが離婚後は調整がつき次第入籍かと見られていたが、 未だ実現にはいいっていない2人。見事、略奪愛を成功させた中谷だったが、それから10年間、何度も結婚情報がささやかれつつも、実際に結婚に至ることはなかった。その中谷さんと渡辺さんが、いよいよ結婚かとの一部報道が、以前より交際が噂されている俳優、渡辺徳郎と女優、中谷美紀に、結婚病読みとの観測が、 芸能記者の間で広まっている2015年2月13日発売の「フライデー」では9日の夜に東京・西麻布で仲睦まじく腕を組む渡辺徳郎と中谷美紀の様子をキャッチし入籍間近であると報じているこれまでの警戒ぶりから一転カメラに気づいても堂々と腕を組み笑顔で歩いた様子などから結婚間近と報じられた かねてお忍び合いを育んできた中谷美紀と渡辺徳郎がいよいよ結婚かと騒がれている結婚の障害の一つであった渡辺さんの子供が成長したことも結婚説の理由となっている渡辺さんの子供が大きくなったことも結婚の理由とされる今まで二人は交際の事実をひたしていたがその警戒が解かれた理由にはやはり 渡辺のの子供のこととがあるという中谷としては、理科子への後ろめたさから、少なくとも、渡辺の子供が大きくなるまでは結婚しないことで、けじめをつけようと、心に誓っていたと見られています。渡辺とろカ子の長男が、昨年、20歳になり、次男は、16歳で、渡辺の再婚を理解できる年になったこともあり、近々、 入籍することとになりそうだというだい一方で、渡辺さんの女性関係の噂の報道も。モテることには間違いなさそうな渡辺さんだが、女性関係の噂も報じられる。しかし、そんな2人の結婚をめぐり、不安要素もあるという。一部週刊誌で入籍間近と報じられたばかりの2人だが、2月19日発売の週刊文春では、 渡辺の二股交際疑惑を伝えている。同紙では、フライデー同様にツーショットをキャッチしており、渡辺がスレンダー美女となれている感じで手をつないでいたとの証言を掲載している。そんな渡辺が一度失敗した結婚に、再度、本当に踏み切る気があるのか。40歳を目前に控えた中谷との間には、温度差が。中谷さんは、 会見では、笑顔で、結婚を、肯定も否定もせず。中谷さんは、結婚を、肯定も否定もせず。中谷美紀が、2015年2月18日、都内で行われた主演映画、繕いたつ人、三島由紀子監督大ヒット記念舞台挨拶に参加。この日、入場者40人のチケットのもぎりを行った中谷は、 渡辺と近く結婚と報じられたことについて報道陣に直撃されると否定せず入籍間近と報じられていますがという畳みかけにも微笑みを絶やさぬままその場を立ち去った果たして二人の愛の行方は10年愛の大人の関係はどんな結末を迎えるのだろうか